バーチャルサマエ時計白髪女子になりたいサマです。今回も俺の料理続きからやっていきましょう。足の赴くままに来たぞ。こんなところに着いたぞあんまり面白くなさそうだな。いやいやいや、屋台面白いよ。違うとこに行こうかな。こんなとことはなんだ、地球人。我々はハフピー指星からわざわざ地球を研究しに来ているので、ちなみに地球を侵略するかどうかはまだ決まっていないから安心しろよ、地球人。それは安心できないんじゃないか。ワクワクドキドキ。それにしてもよっこれたな、地球人。ここは通しか来れない超穴場なのじゃ。別に普通に歩いてきたけどね。またこれで友達に自慢できるな、地球人。あ、そういうシステムなの？その時は我々のことも言っておいてくれよ。宣伝していいの？我々の名前はゴニスパナモだ。日は沈みまた昇るという意味があるのじゃ。よろしくなのじゃ。うんうん、それでそれで興味を持つんだね。そんなわけで地球人、せっかくここに来たのだから、どうだ、いっちょやってみてはどうなのきゃ。わあ、やるやる。それでは我々は母性に聞いてみる。ビビ。我々はこれから母性との交信する。ビビビ。え、いいの？いいのか？え、わかってる。そう、いいみたいだぞ、地球人。それでは我々の母性に案内してやるのは。え、母性に行けんの？こっちに来るのや。え、どっち？こちら、ビビ。あはは、面白い。でもなんでかな？後ろにいっぱいいるのに一人ずつしか出てこないぞ。あれ、別人がいろいろ喋ってたの？まあいいや、母船に行こう。屋台じゃないの？ここでもおばちゃん、あ、おばちゃん働いてるわ。なんか占い師みたいなのやってるじゃん。占い師だよね、あれ。我々は宇宙人だ。はるばる地球を研究しに来た。料理は研究済みだ。だから教えれる。これから我々は、読みづらいな。料理の説明を開始する。ビビ。この店にはアメリカンドッグ、チョコバナナ、たこ焼き、わたあめがあるのだ。あー、屋台っぽいね。あ、じゃあアメリカンドッグから。いや、もう作るだけでいいです。アメリカンドッグは2ステップで完成じゃ。衣を R を下に押してつける。8分目ぐらい。こうか。あ、ちょっとつけすぎたね。なかなかの出来た、地球人。次に行くでよ。次はあげるのだ。これ待つやつだね。これ徐々に色変わったりすんのかな。変わんないね。やっぱりあれか、煙系か。なかなかの出来た、地球人。いい感じなのじゃ、ビビ。あ、いや大丈夫です。じゃあチョコバナナ。チョコバナナっつってね、皮を剥く。ああ、皮むく。はいはい、こうか。こうかっていうか、これ失敗はないだろう。これぐらいでは地球人ならできて当然だな。次に行くでよ、ビビ。地球人、チョコをつけるのだ。あー、さっきと一緒か。こういうやつだよね。このぐらいでは地球人ならできて当たり前なのだ。なんか褒めてくれないね。たこ焼き。たこ焼きはちょっと工程数多そうだよね。たこ焼きはタコか紅生姜を切り、卵を割り、かき混ぜ、焼くの4ステップでできる。4ステップによるのみにゃ。では地球人、タコか紅生姜を切るのだ。はーい。そんな感じなんだ。なかなかうまいな、地球人。卵を割る。卵をすぐに割れてしまう。細心の注意を払う。左斜めに R を優しく倒すのがコツだね。あ、やっべ。下手だな、そんなに下手なのは。地球。これ難しいよ。めっちゃ難しかったよ、さっき。
これどうやんの？さっき言った通りにやるんだよ。我々見ているビビ。L でコロコロ棒を動かして。え？ああ。地球人をお前の母星に連れて行くために報告しておくぞ、ビビ。ああ、認めてもらえたってこと？いや、大丈夫です。でも卵割んの結構難しいな。綿飴。作るだけ。綿飴は棒に綿飴を回してつけるだけ。はあ。回すだけか。はいはい。おお。いいね。やるな地球人。こんなに美味しいものは、インジュヒギンガの、シキュンビセ、チョッチリーナ風味以来だにゃ。わかんねえよ。わかんねえよ。我々の秘密、めっちゃあるぞ言語切り替え？我々は地球人の言葉で会話を行えぬ。ああ、無理。謎の会員らを、え？ああ、これを。我々は知っていた。ニュートリオに質量があること。ああ、地球はマハ88で公転していること。そして日は沈みまた昇るということ。この前我々はアリさんごっこしているとき、白鳥座 X1 のブラックホールに飲み込まれたの。飲み込まれて助かったの。そしたら、黄泉の国というところに出てびっくりしたのぎゃ。かわいいな。この辺、あれ？我々の母星で流行っている遊びは、インフレーション、宇宙のワームホールを使ったアリさんごっこ。ああ。我々は、無数の銀河系を使って、スウィング版で、地球に来たのでゃ。決してワープというハイテクなものではないにゃ。スイング版って何？ UFO ってこと？我々には時間がない。あとは頼んだぞ。我々はこれから母星に更新するビビ。読みづらくてしゃあないんだけど。いらっしゃいませ。アメリカンドッグ入ったよ。いらっしゃいませ。チョコバナナ入ったよ。いらっしゃいませ。向いといて。チョコバナナ入ったよ。いらっしゃいませ。これはまとめられないよね、さすがに。いらっしゃいませ。チョコバナナ入ったよ。これめんどくさい割にあれだな。まだ来てね。チョコバナナ入ったよ。ちょっと待って、チョコバナナ求めてくる客多すぎでしょう。いらっしゃいませ。まだ来てね。めんどくさ。いい、なんで。チョコバナナ入ったよ。いらっしゃいませ。まあ外だからね。ちょっと逃げんじゃねえ。いらっしゃいませ。チョコバナナ入ったよ。あのさ、ありがとうございました。別にその工程はさ少ないからいいんだけどさ、この剥くのがめんどくさい。いらっしゃいませ。また来てね。いけるね。たこ焼き作って、わたあめ作って。いらっしゃいませ。また来てね。チョコバナナ入ったよ。いらっしゃいませ。はい。ありがとうございました。チョコバナナ入ったよ。いらっしゃいませ。あ、バター飴作って。ありがとうございました。あ、いけた。おお。いけたんだけど、なんかいまいちコツがわからん。はい。で、バナナ。いらっしゃいませ。まだ来てね。ありがとうございました。ちょっと、チョコバナナ入ったよ。ゴキブリ出すぎなんだけど。まだ来てね。待って。たこ焼き作って。おいしいな。いらっしゃい。やばいやばい。ありがとうございました。アメリカンドッグ入ったよ。よし。いらっしゃいませ。はい、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 はい。アメリカンドッグ入ったよ。これで終わりかな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。アメリカンドッグ一回も作ってない気がするけど。我々は更新を終わったが、我々の母星にはもっと地球人のデータが欲しいと言ってるでや。ビビ。
対決か。我々はお前のデータに非常に興味がある。だから。そんなに重い感じなの？ていうかお前ら人手が多いんだよ。二人なんで卑怯なんぞお前。こっち一人でやってんぞお前。ちょっと先にこれやっとこうか。チョコバナナ入ったよ。はい、ゴキブリ。ああ、卵がどうしてもうまくいかね。了解します。はいはい、させていただきますよ。チョコバナナ入ったよ。いらっしゃいませ。チョコバナナ入ったよ。チョコバナナ入ったよ。たこ焼き作って。はい。いらっしゃいませ。食い逃げあたり送っときゃなんとかなんじゃないの？大変だぞ食い逃げは。あ、やべ。早い。全然あれだ。あ、間違えた。ちょっと待って、たこ焼き作ろうとしたんだよ。あー、間違えた。間違えた。下のやつをやりたかったんだよ。お、わたあめだ。わたあめでちょっと稼こうか。あ、わたあめもまとめられるんだ。わたあめ便利だな。あ、やった、勝った。だんだん慣れてきてるよね、俺ね。さすが地球、未知の天体、恐るべし地球人。だがいいデータが取れた。我々はこれから母星に更新する。ビビ。なんか今気づいたんだけどさ、その敵の方を見てゴキブリゴキブリ皿洗い酔っ払いってもう地獄だね。ようやく我々はよく我々のパワーを上回ることができたな地球人。ビビ、いいデータも取れたし、なかなか楽しい勝負だったぞ。そうだ、いいことを教えてやろう、ビビ。実は我々地球の研究をしに、一度この地球に来たことがあるのだ。ほう。ふーん。興味なさそうだな。聞くのが地球人、ためになるぞ。ああ、そうだね。サモの動画はためになったねって言われたいね。あれはそうだな。もう300年ぐらい前か。我々は、日の本という、ああ、日の本というところに来たのだ。我々の母星が墜落してしまったのだ。我々のみだったのじゃ。それはさておき、我々は江戸というところでお寿司について研究していたとき、うまい醤油を手に入れたのだ。ああ、醤油ね。美味しいよね。それまで江戸前の醤油はなかった。ほとんどが上方から船で下ってきたのだ。上方、大阪の方か。関西ってこと。江戸の調味料は大変まずくて、上方でまずいとされるものを江戸に送っても勝てなかったんじゃ。そこで、江戸前のものは上方から下りもしないものと言われ、馬鹿にされたのびゃ、ビビ。ふーん。そこから、くだらないという言葉が、あ、そうなの？本当に？しかし、江戸前の濃い口醤油ができてからというもの、江戸の料理は見違えたビビ。ああ、でも俺あれだな、うちが九州の醤油なんですけど、本当に、九州の醤油甘口なんですけど、それが本当に好きで、そればっかり使ってますね。そば、お寿司、天ぷらと、江戸前に代表されるものが急激に発展していったのじゃ。へえ。
お前本当に興味なさそうだな。だから江戸の食文化は濃口醤油が作ったと言っても過言ではないのじゃ。へえ。同じこと言っちゃったけど。どうだ地球人、ためになっただろう。ビビ、ああつまんなかった。可愛いなこの子たちね。なぜだ、せっかく研究したのに、せっかく教えてあげたのに。覚えていろよ地球人、母性に地球侵略してもらうから、もらうように言いつけてやるっぺからにゃ。我々がこれから母性と交信するビビ。今の話つまらないってさ、どうする。後ろにいっぱいいるのに今度は二人ずつか、なんでだろう。まあいいや、次行こう。ビ、己地球人、今度はもっとためになる話を聞かせてやるからにゃ、ビビ。あ、はい、セーブします。次なんだろうね、屋台、屋台と来たからね、何々料理みたいな感じでもなくなったんだけど。あいつをとことん調べ尽くして作った最終兵器、ロボコック。ロボコップみたいだね。あ、似せて作ったってことか。似てないね。あ、でも似せて作ってあれなの、な、足ガンタンクみたいだったけど。どっちだろう、こっちでいいのかな。あったあった。え、何これ。え、これ何、何料理これ。あ、高級レストランとかそういう感じ。はい、じゃあ一旦切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。